はい、今日の話はこちら。ジャンクフードを食べても痩せる方法。この話をしていきたいと思います。はい。ぶっちゃけね、私、ジャンクフード大好き。ジャンキー好きのネギシなんですよ。私ね、ここだけの話、1日2回ジャンクフード食べてます。でも、なんで太らないのか知りたいですよね。はい。私もね、まあ、自分で言うのもなんですけれども、鏡の前に立つと綺麗な体してるんですよ、奥さん。私、鏡の前に立つと上半身脱ぐとね、綺麗な体してるんですよ。そんな私でさえも、ね、ジャンクフード、実は1日に2回食べている。なんで太んないんでしょう。ね、私とネギさん何が違うのか。はい。簡単に言いましょう。食べ方の違いです。では、ジャンクフードを食べても、太らない食べ方は何なのかっていうお話をしていきたいと思います。はい。皆さんがこれからジャンクフードと上手に付き合う方法として覚えていってください。では、私が好きなジャンクフードとは何か。ね。これ私がダイエットの領域で考えるジャンクフードの中なので、この中ね、チラシ寿司が入ってますが、お寿司はね、ジャンクフードじゃないっていう人もいるかもしれません。確かにその通り。けど、私がカテゴライズしているダイエットの領域では、やっぱりお寿司とかもね、うん、ジャンクフードに入ります。それはご了承ください。否定はしていません。大好きです、お寿司。うん。さあ、私の好きなジャンクフードは、一つ目はマック、そして牛丼、ちらし寿司、カップラーメン、揚げ物。まあなんか一般的な普通の凡人ですから、私だって。ね。普通のおっちゃんですから、私もこういうもの大好きなんですよ。で、こういうものを一日私2回ぐらい食べてます。ないしは3回食べる時もあります。けど、私は、これらを食べても太らないんですよ。すごいでしょ。ね。はい。じゃあまずね、これら代表的なジャンクフードの5種類ですけれども、これなんで美味しいのかって言ったらもう言わなくてもわかりますよね。あの特茶のコマーシャルでもやっていました。これらが美味しい理由は何かって言ったら、この糖質と油、この合わせ技だからすごく美味しくなるんですよね。片っぽだけじゃそんなに美味しくないですよね。うん。油だけでもそんな美味しくないですし、まあ糖質だけだったら美味しいけれども、この二つが合わさるからさらに美味しくなるんですよね。はい。これを踏まえた上で、私がこれらのジャンクフードを食べても太らないのはなぜかっていうのを、食べ方、考え方、接し方をお話ししていきたいと思います。まず私がこれらを食べるときに、どうするかっていうと、頭の中でこいつらを分解します。マック、牛丼、チラシ寿司などなど、これらは何でできているのかなって考えるんですよ。分解してみてみましょうか。では一個ずつ。皆さん、マック分解してみて。ね、細かいのはいいよ。ピクルスとかレタスとかいらないよ。もう、その構成品の中で一番大きいものを占めているものを考えてみて。マックの中で分解すると何と何が入るかって言ったら2つ。はい。パンとお肉だよね。ちょっとだけ。じゃあ次、牛丼を分解すると何と何かって言ったら、はい。お米とお肉。あ、これも当たり前だよね。ちらし寿司は、はい、こちら。お米とお魚。次にカップラーメンは、はい。麺とスープ。そして揚げ物は、油と具。こんな感じで私はこれらジャンクフードを食べるときにまず分解します。はい。この分解したときに皆さんの中でどっちが太る原因かっていうのもわかりますよね。この赤い文字で書いた方が太る原因なんですよ。そうですよね。パン、糖質、米、麺、これ糖質ですよね。そして揚げ物だったら油。これが太る原因であり、一方で、これらを構成する中での構成比の高いもので具があるよね。例えば肉とか魚とかスープとか具。まあ、スープは具じゃないけれども、うん、まあメインとなるものだよね。この中でね、具となるものは実は太んないんですよ。そう。分解すると太る原因と太んないやつに分けられる。まずはこれを皆さんやってください。そう。そうして、これらの構成比を考えてみて、ね、マックのハンバーガー、ね、牛丼、ちらし寿司、これら、米と肉、米と魚、パンと肉、ね、こういうものは、
何と何でできてるかが分かった。じゃあ次考えるのは、これ。構成比。ね。この、マックと牛丼とちらし寿司は、まあ、ね、炭水化物とお肉でできているけれども、これの構成比を考えてみると、何対何かっていうと、大体このジャンクフードっていうのは、ね、8対2なんですよ。パンが8割、肉が2割。ね。牛丼で言うと、米が8割、肉が2割。ちらし寿司で言うと、米が8割、魚が2割。ラーメンで言うと、麺が8割、スープが2割。揚げ物で言うと、油が8割、具が2割。これは総合的なもので、カロリーだったり、もしくは質量だったりします。うん。はい。で、これ見るときに、これらの太る原因っていうのは炭水化物や油だったってことがわかるよね。そして、なおかつ、これらの構成比っていうのは、その太る成分の方が多いっていうことが分かったよね。分解すると。なるほど、なるほどと。うん。今までこんな考え持ったことなかったでしょう。私はね、常にこんなこと考えてるバカなんですよ。はい。ね。こういうこと考えて。はい。じゃあ、この太る原因が構成比高いっていうことが分かった。じゃあ、どうすればいいかっていうことはもう簡単だよね。ここです。はい。この太る原因の構成比の高い方、こいつを下げれば悪さを働かないんですよ。皆さん、このジャンクフードを食べてなんで太るのかって言ったら、この太る原因である構成比の高いものを全部食べるからなんですよ。構成比が高いものを高いまま食べるから悪さを働く。つまり消費しきれないボムが生まれて、それが脂肪になるってことなんでね。そう。この太る原因の構成比が8割だったら、こいつを下げる作業をするってことなんですよ。じゃあ、私は常に何をしているかっていうと、例えば牛丼。米と肉を買ってきました。ね、食べる時もあります。そういう時に私はこっちの、ね、太る原因ではない方の牛丼の上の方ですよ。ね、これを、これ食べます。それ以外もそう。マックも肉のパティは食べるし、ちらし寿司の魚は食べるし、スープは飲むし、揚げ物の具は食べるんだけれども、じゃあこの太る原因である構成比が高い方のこの左側の赤い文字を私はどうするかってことなの。これ私はね、ダイエット指導者であり、究極的ダイエットを極めた男だから、私はできるんだけれども、みんなはこれを急に真似しようとも思わなくてもいいし、これに近づけるだけでもいいからね。はい。私はどうするかっていうと、はい。これを下げるんだけれども、その口だけなんですよ。私は、これら。例えば、マックだったら、バンズの部分は3口まで食べて残して、パティは食べます。牛丼もお肉の部分は全部食べるけれども、白米の部分は3口で我慢します。ちらし寿司もそう。ね。カップラーメンもスープは飲んで麺は3口だけ食べて捨てます。そして揚げ物は衣を剥がします。これやると皆さん汚いネギさん汚い食べ方するなっておっしゃるあなた。じゃあ私と一緒に上半身裸で鏡の前で一緒に立ってみようか。どっちが美しいのかな？食べ方が汚いネギ氏の上半身は汚いかな？美しいかな？どっち？食べ方が綺麗なあなた、全部平らげるけれども、その体、鏡の中で前に立ってみて、私とどっちが美しいのか。私のことを汚いと言うと、こういうふうな返しが来ますね。ご了承ください。まあそんなこと言う人はいないと思うけれどもね。はい。そこなんですよ。皆さんは、この赤い部分を全部食べてしまった。つまり、太る原因である構成比の高いものさえも全部食べてしまってたから、ジャンクフードって太るんですよ。じゃあ、頭使えばいいじゃない。美味しいんだから食べればいいの。はい。そこでね、こういう人が言います。ネギさんだったら、ステーキとか肉食えばいいじゃんよ。牛丼だったらね、牛皿だけ頼めばいいじゃんよ。チラシ寿司だったら刺身買えばいいじゃんよ。こういう人がいるんですよ。違うんだよ。そうじゃないの。なぜかわかる？ほら、これ見てよ。なんで美味しくなるかって言ったら、糖質と油の組み合わせなんだから、お肉だけ、魚だけだったら、感動が生まれないの。
だから、私はね、例えば、ハンバーガーだったら、お肉を食べながら、パンも少し食べるってこと。三口だけパンをパンパク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 って食べるんじゃなくって、お肉を食べながら少量のバンズを食べるの。牛丼だったらお肉を食べながら少量のお米を口に入れるの。だからそのマリアージュが美味しいんじゃん。皆さんはお肉を食べてご飯も口の中に頬張るでしょ？私は違うの。お肉を食べてご飯を少量食べるの。で、このマリアージュが美味しい。それで満足感が得られるの。皆さんはこの白米を全部食べるから、この構成比の太る8割を全部食べちゃうでしょ？私はこれをグッグッグッって下げて、3口だけ。でもその3口っていうのが、1口、2口、3口で終わるわけではなくって、3口分をちょっとずつ、ちょっとずつ食べていく。だから満足感があるの。ちらし寿司もそう。ね、上の美味しいね、魚を食べながら、ちょっと酢飯を食べるの。このマリアージュがあるから満足感があるの。だってそうでしょ、考えてみて。お刺身も美味しいけど、やっぱり酢飯があった時のあの感動たるや、すごいよね。で、その酢飯を全部食べちゃうと太るんだよね。だからその酢飯を少しにして、効用を最大化する。いいみんな。美味しくするためには、効用を最大化する。効用を最大化するためには、これだ。ね。太る原因を全部取っ払っちゃダメ。少しだけでいいから食べるの。そうすると効用を最大化するの。そうすると満足感が出るのよ。で、この太る原因である構成比の高い赤い部分が減っていくわけだから、悪さを働かない。でも、満足感は得られる。この考え方なんですよ。はい、このね、ジャンクフードの食べちゃいけない部分を少量だけ食べる。このやり方を、ネギ式ダイエットでは、三口あり。ね。これを三口ありと言っています。はい。このやり方ができるようになったら、ジャンクフードなんて全然怖くありません。ね。これを皆さんやんないと、0100なの。0100思考になっちゃうの。ジャンクフード一切食べませんで我慢して我慢して我慢してストレス固まって、ね。ボーンって爆発して、ジャンクフード牛丼ブワー食って、マックバー食べてやっちゃうんだけど、そうじゃない。上手に付き合えばいいのよ。ね、食べるなとは言わない。食べてもいいけれども、この構成比で太る部分が高いならば、これを下げていけばいいじゃんよ。残すってこと。簡単に言うと。ね、残すってこと。全部、ここの部分を食べるから太るんでしょ？だったら満足するレベルまで下げていけばいいの。私みたいにね、最終形態になると、3口で我慢できるようになります。はい。これ3口あり。ね。ネギ主塾の生徒の皆さんは、これができるようになります。で、もちろん、全部食べるときもある。全部食べるときもある。そういうときどういうとき？そういうときっていうのは、食べたものを食後消費できる活動。そう、トレーニングしたり、ウォーキング1時間とか2時間するときには全部食べるけれども。じゃあ私がこの3口ありをするときはいつかって言ったら、デスクワークのときとか、ね、夜のおつまみのときに3口ありを使います。デスクワークだなと思ったら、この炭水化物とか燃料は消費できないから、じゃあこいつの構成比を下げていこうって言って食べます。デスクワークの時でさえ、3口だけね。で、具は食べますよってこと。で、お酒飲む時なんか特にやるのがこのちらし寿司。私ね、お酒の魚に、ちらし寿司が好きなんですよ。このちらし寿司で上に乗っかったお酒と、ほんの少量のお米を食べてお酒を飲むの。それで満足感が得られる。刺身じゃないんだな、これがまた。刺身じゃないんだよ。そこで少量の、ね、3口分の、少量のお米をちょっとずつお魚とね、細切れになった魚と一緒に食べると、満足感がすごい。だから私お酒飲んでも太らないんですよ。こうやって、食べた後、消費しない時に、ジャンクフードを食べるときは3口ありをしてください。一方で、食べた後に消費できるっていう時があれば、ジャンクフードは全部食べてください。ほら、なんで私が1日2回ジャンクフード食べてるか理由が分かったでしょ？ 1 回目は食べてからちゃんとトレーニングするから消費して脂肪にならない。2回目は夜のおつまみにこういうものを買ってきて3口ありにするから太る原因の構成比をとことん下げるから脂肪にならないという、これが作戦であり戦略であり痩せる人の考え方なんですね。まずは皆さん、
このジャンクフードを分解して何と何でできているか、そしてどっちが太るのか、太る理由が分かったら、その太る構成の高いものを避けていきましょう。なおかつ、ね、美味しくしたいならば、これを太る構成の高いものを全部捨てるんではなくって、これを3口だけ、ね、下げる活動して少量食べて満足度を上げていけば、ジャンクフードが食べられて太らないというふうなやり方ができるってことなんですね。本日のまとめ。私と食事に行った人、みんな驚きます。ね、今、この私のね、ライブ配信見てる方、ね、動画を見ている方、私と食事行ったことある人が、ね、あることがある人がいるかもしれない。で、皆さんね、驚くんですよ。皆さん、私の食事見て驚きます。一方で、私も皆さんの食事を見て驚きます。そう、お互い驚くんですよ。そこで、みんな何を言うかっていうと、ね、あなたは私に、ネギさん、そんなに残すの？って言うんですよ。一方で、私は、山田さん、そんな食べるの？って言うんですよね。これが、太る人と痩せる人の価値観の違いなんですよ。私と食事に行くとね、すごいよ。本当に米残しますから。本当に衣剥がしますから。うん。もちろん、フォーマルな場所で、ね、パーティーとかいうところでは、衣剥がしたりしませんよ。うん。これ、家でやったりします。自宅で。うん。もしくは居酒屋でとかね。まあ人があまりいるときは衣剥がしはしませんけれども、麺とか米は思いっきり残します。それを見て皆さん驚くんですよ。わ、ネギさん、本当残すんですね。で、一方で私は、うわ、鈴木さん、本当に全部食べるのつって。これがね、どれか痩せるかの違いなんですよ。ぜひ皆さんね、この構成比を理解した上で、そのジャンクフードの高揚度を上げつつも太らない食べ方、ぜひ3口あり。実践してみてください。はい、こういったね、ダイエット情報を私の無料のメールマガジンで紹介しています。この動画の下の概要欄にその無料のメールマガの登録の URL 貼っておきました。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せた方が結構いらっしゃるので、ぜひ読んでみてください。はい、今日もご参加ありがとうございました。私の読むだけで痩せるダイエットメールマガジン登録してくれましたか？今、このメールマガに登録していただけると、特典としてあなたが200% 痩せることができるネギ式ダイエットマル秘動画をプレゼントしています。夕飯にあることをするだけで1キロから2キロ痩せることができる魔法のようなダイエット法。これを知りたい方はぜひ私のメールマガジンに登録してください。動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL を貼っておきました。